ここ数試合 J1 リーグ含めて出場させてもらってて、まだ結果っていうのものを出してないと思うんで、やっぱ結果が全てだと自分は思ってるんで、やっぱ得点、フォワードとして得点っていうところで点取って活躍したいなって思います。まあ絶対この試合は落とせないっていうか、絶対勝たないといけない試合なんで、まあ勝ちに執着して、まあそれで自分のゴールで活躍できたらそれが一番かなと思います。まあ多分大分さんなんで多分つないでくるとは思うんですけど、まあそれに対していかに自分たちが出れるかっていうところと、まあボール持った時にこう恐れずこうちゃんと前進していけるかであったりとか、まあ相手の攻撃の時間をいかに減らせるかみたいなところはすごく大事だと思いますし、まあ、うちも多分攻撃に入ればクオリティ高い選手がたくさんいるので、ルヴァンなかなか勝ててなくて、まあ、若い選手が出てた中で、まあ、やっぱりもっと結果出していかないといけないと思っている選手がやっぱりこう結果出していくことが多分すごくチームのためにもなりますし、今日の練習含め、まあ、みんな多分個々に気持ちは入ってますし、まあ、雰囲気も悪くないと思うので、うん、まあ、それぞれがこう持っているものがこうチームの勝つためにこう動けばいい結果は得られるんじゃないのかなと思っています。
ブロックに、この試合は2対0で赤大阪が勝ちました。セットプレー練習から、まあ、ゆうきくんからずっといいボール来てたので、まあ、やっと決めれたなっていう形ですね、はい、やっぱりチーム11人がこう前から戦うってことを、まあ、監督含め最初からこう行こうって話はしてたので、それをこう誰もこう甘いところを出さず全員やりきったことが大事だったかなというふうに思います。ディフェンスが、うん、あのバックパスすると思って狙ってました。あのタイミングだと絶対にバックパスすると思って、うん、まあ狙ったらうまくいって、うん、まあゴール。あ、緊張というか、結構近かったからちょっとやばいと思ったんですけど、うん、まあなんか当たってうまく入ってくれてよかったです。